令和元年12月7日神戸王子スタジアムにて 2019X リーグディビジョン2ディビジョン3入れ替え戦ウエスト2クラシックが行われます。ただいまから第2試合目サイドワインダーズ対磯野スーパースターズの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ディビジョン3から進出してきました磯野スーパースターズホワイト、奥側メインスタンド側カラーブラックのユニフォームがディビジョン2から来ましたサイドワインダーズです。この試合に勝利した方が来季のディビジョン2となります。前半サイドワインダーズレシーブ磯野キックオフ、サイドワインダーズリターンで試合が始まります。パス不成功。クォーターバック4番ワイドレシーバー10番へのパスでしたが、これは磯野7番がパスカット。中央へのランプレータックル磯野66番、キャリア22番、ファーストダウン至らずフォースダウンとなります。インターセプト、クォーターバック18番サイドライン際へのパスでしたが、このパスを取ったのはサイドワインダーズ30番、攻守交代です。ターンオーバー、磯野のナイスディフェンス。サイドワインダーズ相手陣24ヤードからセカンドダウン20、パス成功。フルバックのダイブプレータッチダウン。フルバック47番ハンドオフから血を突破、そのまま相手タックルを退け、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。磯野のリターン、ナイスリターン。リターナー25番相手タックル縫うように走り抜け大きくリターン。磯野ファーストダウン点、ボールオン相手陣18ヤード、タッチダウン。クォーターバック18番、ここでロングパス、ターゲット11番、これをエンドゾーンでキャッチしタッチダウン。磯野6点獲得。サイドワインダーズファースターン、パス成功。パス成功。ファースターン。クォーターバック4番再びパスを投じファースターン獲得です。ターゲット7番、タッチダウン。クォーターバック4番左に流れながらワイドレシーバー5番へパス、5番、これをエンドゾーンでキャッチしタッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。パス成功。ファースダウン。クォーターバック18番11番にパスを通しファースダウン獲得。
ペシャルプレー、パス不成功。ここでパントフォーメーションから18番パスを投じました。ターゲット86番、しかしカバーされておりパス不成功。ボールオン自陣32ヤード、インターセプト。ターンオーバー、パス成功。ファーストダウン、クォーターバック4番、左ロールアウトからワイドレシーバー5番にパスを通しファーストダウン獲得。プレーナンバー2-34、サイドワインダーズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。中央へのランプレー、キャリア27番、しかしこれはタッチダウンには至っておりません。中央へのランプレー、しかしタッチダウンには至っておりません。サードダウンに変わります。スナップミス。この結果フィードボールはできず大きく後退。ここで前半の試合時間がなくなりました。ここで前半の終了です。前半を終えまして、サイドワインダーズ14点、磯野スーパースターズ7点、サイドワインダーズワンタッチダウンリードで後半戦に移ります。サイドワインダーズファーストダウン、パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番、プレーアクションからロングパス、ターゲット7番、このパスをキャッチしそのままエンドゾーンへ走り込み、タッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。サイドワインダーズファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。キュービーサーク、クォーターバック4番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これを磯野、キュービーサーク。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア5番。パス成功、ファーストダウン。中央へのランプレー、キャリア47番。ファーストダウン。ナニワック27番、ハンドオフから左オープンに展開、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。キュービーサーク、プレーナンバー4-8、磯野セカンドダウン17、再びキュービーサーク、パスを投じようとしましたが、これもサイドワインダーズキュービーサーク、プレーナンバー4-9、磯野サードダウン21、インターセプト。タッチダウン。サイドワインダーズ中央へのランプレー、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。キャリア47番、サイドワインダーズ6点獲得。キュービーサーク、クォーターバック18番、パスを投じようとしましたが、これをサイドワインダーズがキュービーサーク。
プレーナンバー4-16、磯のセカンドダウン15。キュービーサック。キュービーサック。パスを投じようとしましたが、これをサイドワインダーズ91番がキュービーサック。パス成功。タッチダウン。クォーターバック18番、プレイアクションからロングパス。ターゲット34番、これを34番キャッチし、そのままエンドゾーンに駆け込みタッチダウン。失礼、ターゲットは24番です。サイドワインダーズ6点獲得。キュービーサーク、クォーターバック18番、パスを投じようとしましてしましたが、これをサイドワインダーズ52番がキュービーサーク。フルバックの中央へのダイブプレー、キャリア47番、ゲインは約2ヤード。ここで試合時間がなくなりました。ゲームオーバー、42対7でサイドエンダーの勝利。試合終了となりまして、サイドワインダーズ42点、磯のスーパースターズ7点、サイドワインダーズの勝利。サイドワインダーズ2部残留確定です。なお勝利いたしましたサイドワインダーズは2020年度 FC ウエストディビジョンに所属いたします。本日はご声援ありがとうございました。